カセットと、光ディスクの、長き戦い。この戦いは任天堂、スーパーファミコンの圧倒的強さにより、カセットが大勝利を収めるの。そのあまりの強さに調子に乗ったスーパーファミコン。光ディスクなんぞなくても、カセットだけで十分だ、と。光ディスク周辺機器、プレイステーションとの合体計画を中止する。その読み通り、プレイステーションの力を借りなくても、カセットだけで光ディスクゲーム機を、次々返り討ちにするスーパーファミコンだが、さらなる次世代機が参戦する頃には、カセットの力にも、ついに限界が見え始める。かろうじて生き残ったものの、かつての周辺機器、プレイステーションが32ビット機になって宣戦布告。スーパーファミコンに絶体絶命のピンチが訪れた。前線で華々しい活躍を繰り広げていたスーパーファミコンとは対照的に、静かな闘志を燃やす、もう一つのゲーム機、プレイステーション。任天堂が知らない間にも、ひっそりと力を蓄え、あの次世代機、セガサターンと互角の戦いを交えるまでに成長したプレイステーションだが、プレステの本当の敵は、サターンなどではない。そっちのゴミクズこそが、真の仇。かつての周辺機器が、本体を倒すという、一世一代の大勝負も、実にあっけない茶番で幕を閉じる。しかし、これで終わりではなかった。腕を上げたなプレイステーション。だが、所詮貴様は周辺機器。全を味方する会社、任天堂が負けるわけなかろう。これは、天からゲームが降ってくる周辺機器、サテラビュー。放送衛星からもゲームを受信することで、ソフト会社が減りつつあるスーパーファミコンの寿命を伸ばし、次世代機完成までの時間稼ぎに入る任天堂。そして、またまたやってきた、次世代機乗り換えのシーズン。サターンとプレステの人気はほぼ互角ゆえに、どちらを買うか迷うユーザー。しかし、任天堂が次世代機を温存しているともなれば、ユーザーはマックス。たとえ、1万年かかろうが、本命ハードを待ち続け、スーパーファミコン無敵の法則が成り立つのだ。つまり、プレイステーションのしたことは、復讐どころか、死に損ないのスーパーファミコンを、逆に助けてしまう結果となってしまった。まさに周辺危機。そして、この次世代機戦争の戦況は、互角の三つどもえ戦とはいえ、セガサターンに若干のリードを許す形となり、ソニーにとってはいいとこなし。カマセイヌに噛まれるラスボスという、最悪のデビュー戦を飾る結果となってしまった。サターンとプレステの参入で、次世代機戦争が本格化するも、未だ衰えない旧世代機、スーパーファミコン。その強さの秘訣は、もちろんサテラビュー。ではなく、人気ソフトのラインナップにあった。これらの人気ソフトは、スクウェアという RPG 最大手の会社が提供するもので、アクションゲームは得意だが、RPG の少ない任天堂にとっては心強い味方。ということで、任天堂の主力、マリオまでスクウェアに委ねる始末。その結果、このマリオ RPG には、スクウェア代表作ファイナルファンタジーより、4作目の BGM が使われることになるが、その、FF4 作目こそが、今回の物語の基盤。リメイクの多いスクウェアソフトの中でも、最多のリメイク数を誇る FF4。その人気の秘訣は、先の読めないストーリー性にあり、ラスボスだと思っていた敵が、実は息は彼の兄弟だったり、親友だと思っていた味方が、突然裏切ったりと、とにかく先の読めない展開が熱い。というわけで、任天堂とスクウェアはいつまでも、これは、先が読めるではないか。大量に次世代機が発売された94年も、年末になると、任天堂、セガ、ソニーの3強に絞られ、そんな事態にブチギレ寸前の、NEC の姿があった。なんだこの捏造記事は、3強といえば任天堂、セガ、NEC の3社だったはず。それをソニーなどと、電機メーカーがゲーム業界に出しゃばりおって。そして、暫定とはいえ、セガが1位になったからには、次はどの会社がオチを担当するかが問題だ。ここらで、元祖光ディスク、NEC の力を見せつけねばならん。とばかりに発売されたのが、こちらの、PCFX。この 3D 全盛期に、3D に対応してない弱点を抱えるも、
縦置きというスタイルで、物理的な 3D を表現。しかし、その物理的な高さを、値段の高さでも表現してしまったことがあだとなり、最終的に待っていたのは、社会ゲーム機ほどこけやすい現実だった。たとえ転んでも、何度でも立ち上がることで有名な NEC のゲーム機だが、あのバブル時代は戻らない今、この PCFX が起き上がることは、二度となかった。大量の新機種が発売された PC エンジンに対し、次世代機、PCFX は、たったの1台限りで、NEC グループはゲーム業界を引退。負けた時は潔く諦めねばならない時が来るのだ。それに対し任天堂、何が潔く諦めるだ。諦めたらそこで試合終了ですよって話じゃないか。と、納得のいかないスーパーファミコンだが、セガの暫定1位。そして、NEC がゲーム業界を引退。そうなると、次に笑いの神が取り付く会社は、まさか、任天堂に笑いの神が舞い降りることなど、あるわけないじゃないか。容赦なく舞い降りた。バーチャルボーイ。携帯機にも 3D を、と、15年後の技術を欲張って、無理やり制作したため、ゴーグル型のディスプレイを覗き込むという、ふざけたプレイスタイルを余儀なくされ、サイズもでかく、携帯機と据え置きの中間的な位置づけと、方向性が定まっていないためヒットせず、任天堂のブランド力で、なんとか黒字分は売りさばくも、下手に売れてしまったことが逆にあだとなり、史上最も有名なクソハードとして、永久に語り継がれることになったのだ。セガでは許されるクソハードも、任天堂が出したとなれば大問題。たかがクソハードの1台ぐらいでギャーギャー騒ぎおって、と、逆ギレモードの任天堂だが、クソハードが1台だけではなかったことを、この時はまだ、知る由もなかった。戦況は相変わらずの三つどもえ、現行で優勢なのはセガにしても、次世代機を温存している任天堂が有利なのは確実。しかし、バーチャルボーイで任天堂がこけた今こそが、政権交代のチャンスだ。とばかりに動いたのが、カシオより発売、ルービー。ゲームの他に、シールも作れる優れもの。ゲーム的に、サターンやプレステと張り合えるレベルではないが、名前の面白さなら、ビュータと張り合えてますと言わんばかりの姿勢に胸が熱くなるも、知名度が低かったため蚊帳の外、さっさと G-SHOCK を作っていればよかったんだ。こちらはセガ、念願の1位の夢をつかむも、勝てば勝つほどつまらなくなっていくのもこの会社の特徴。ソニー、NEC、そして任天堂でさえも、体を張って笑いを取ったというのに、サターンが勝利した途端、何一つ笑いを取ろうとしないセガの表現ぶりに、民衆の不満は最高潮。任天堂では許される価値ハードも、セガが勝ったとなれば、許される問題ではなかった。一方任天堂、時は96年に入り、ついに任天堂次世代機、64の完成が間近に迫る。それまで、このスーパーファミコンがシェアを守り抜けば、あとは、次世代機64が、サターンもプレステもすべて蹴散らすまで。ファミコン、スーパーファミコンに続き、この64で、任天堂の3連覇が達成されるのだ。しかし、この次世代機、よーく見ると、色が黒いではないか。負け知らずの任天堂と、勝ち知らずの黒ハードによる、ほこたて対決の兆しが垣間見えるも、問題はそれよりも、未だに光ディスクドライブを搭載せず、時代遅れのカセット式を貫く頑固な姿勢にあり、そんな任天堂の次世代機に不信を抱いたのが、ソフト会社のスクウェア。カセットではコストなどが高く、定価1万オーバーも当たり前。次回作は、コストの安い光ディスクで作らねば。ということで、スクウェアが選んだハードは、任天堂次世代機ではなく、最も待遇のいい、ソニーのプレイステーション。FF7 は、プレイステーションでの発売が決定されたのだ。スクウェアに足元をすくわれた任天堂。こっちはスクウェア用に、VIP 席を用意してやってるというのに薄情なやつだ。そして、どのみち困るのはスクウェア側だ。FF7 より64の方が発売日は先。つまり、FF7 が発売される頃には、すべてのシェアを、任天堂64がかっさらい、プレステなんぞも抜けのから、FF シリーズはプレステもろとも、本当の意味でのファイナルファンタジーを迎える羽目になるのだ。しかし対するソニー、
このチャンスに FF7 を、無料体験版や広告でガンガンアピール。するとどうだろう。FF が出るとわかればプレステに移住だー。もう64ビットなんぞ知ったこっちゃない。とパワーバランスが一点に集中したため、すべての生態系が、今、音を立てて、崩れ始める。ついに復活を果たしたラスボスの力に、あの最強ゲーム機、スーパーファミコンも、もはや一撃。さっさとしろ、負けたように思われるだろうが。と、負けを嫌うスーパーファミコンだが、復活した分だけ負ける回数が増えることには、気づく由もなかった。プレイステーションの攻撃はまだまだ続き、圧倒的戦闘力で、他の次世代機を次々となぎ倒す。強さで市場を独占するプレイステーション。しかしそんなプレステに最後の砦が立ちはだかる。暫定1位セガサターン。バーチャ2も発売された。万全体制のセガに勝とうなど10年早いわ。何が10年だ。5年後には脱落する会社が抜かしよるわ。しかし暫定1位の力で攻撃を跳ねのけるサターン。たかが FF の1枚や2枚発売されるぐらいでセガの暫定1位は覆らないのが現実なのだ。しかし、この FF7、3枚組で発売されるとしたらどうなるか。まだまだ続くプレステの攻撃に、サターンも、そうそう持たないぞ。そして、ガジェットごときには真似できない、3枚組販売という力技で、光ディスクのさらなる強さを見せつけ、スーパーファミコンにも、ついにリーチがかかる。任天堂がサテラ銃なんぞに浮かれている間にも、ソニーはソフト会社を大事にした。その結果が今の戦況だ。しかし、まだだ。まだ諦めるわけにはいかない。あとは、サターンが何とかしてくれるはずだ。戦意に離されたからと、今度はセガなんぞに頼るなどと、とことん地に落ちたスーパーファミコン。そして、最後のディスクがセット完了。すべての生態系を支えている。このセガサターンがぶち破られれば、セガどころか、任天堂までも崩れる、一世一代の大勝負。この一撃で、すべてが決まる。ダメだー、もう全然ダメ。その勝敗は、誰の目から見ても明らかなものだった。さすがのサターンも、3発目には落ちる。これが本当の三段落ち。などと、任天堂の期待には応えなかったが、ファンの期待には応えたサターン。そんな無様なサターンに対し、先代。それでこそセガ後継機だ、と。サターンの成長ぶりに安心した先代は、成仏。セガが落とされ、ついに、任天堂が落ちる番が来る。負けても美味しいセガに対し、負けるとまずい任天堂。絶対負けてはならんぞ、と。こちらの先代は、無茶ぶり思考なのだ。そう。瀕死でもチェアを守り抜いた先代のように、スーパーファミコンにも生き延びて、次世代記録4につなげなくてはならないという使命がある。今まで、どんなピンチも切り抜けてきた任天堂なら、今回のピンチも切り抜けられるはずだ。そこで任天堂が目をつけたのは、そう、光ディスクの読み込み時間だ。その隙に、スーパーゲームボーイで離脱を試みる。が、持ち上がらない。重さの原因は、サテラ銃。こんな周辺機器、今となってはゴミだ、乗り捨ててくれる。しかし、サテラ銃は外れない。別の周辺機器の呪いがかけられているのだ。そう、最初にスーパーファミコンに乗り捨てられたプレイステーションにとっては、すべてが予測済み。そして乗り捨てられた恨みは、100万倍にして返してくれるわ。サテラ銃にも裏切られたスーパーファミコン。だが、まだだ、まだ諦めるわけにはいかない。サテラ銃がなくても、スクエアソフトがなくても、任天堂には、マリオをはじめとしたアクションゲームがある以上、やられはしない。カセットの瞬発力と、得意のアクションスキルで、ピンチを切り抜ける任天堂。しかし時代はアクションゲームではなく、光ディスクの大容量を活かした、RPG の時代。ラスボスからは逃れられないという鉄の掟がある限り、
この2台は、元の鞘に戻る運命にあった。何がラスボスだ。ラスボスだったら、最後に負けるのもラスボスの役目だろうが。しかし、それはプレイステーションにとっても同じ。スーパーファミコンもラスボスである以上、どっちが勝っても、負けても、ラスボスの正体が生き別れの兄弟だったという物語として、ここで完結するのだ。ダメだ、このままでは、落下してしまう。だが、次世代機、64に繋ぐまでは、負けるわけにはいかない。最後の力を振り絞って、形勢逆転だ。周辺機器は周辺機器らしく、下敷きになるがいい。そう、本体より優れた周辺機器など、存在しないのだ。本体は、周辺機器なんかに、負け。ついに、任天堂のゲーム機が落とされ。そして、本当の戦いは、ここから始まる。